今日は街頭演説にお越しいただいた皆さんもありがとうございます。そして浦和駅、浦和アトレ、浦和パルコ、ご利用の皆さんもありがとうございます。そして、ね、バスを待ってらっしゃる方やタクシーを待ってらっしゃる方もいらっしゃると思います。さっきまで強かった雨もですね、この時間は傘をささずに街頭演説ができるかもしれません。今日司会を担当させていただきますのは、日本共産党地元浦和区選出の埼玉市議会議員を務めさせていただいています、池田めぐみと申します。どうぞよろしくお願いいたします。さあ早速お時間となりました。通常国会が閉会したばかり、今日はですね、国会議員の皆さん3名、そして県議会議員の白下さんをお迎えしまして、今県ではどんなことが行われているのか、そして今国会ではどんな国会になっているのか、ぜひですね皆さんに聞いていただきたいと思います。私市議会議員になって1年なんですけれども、中ってブラックボックスなんです。今日実は私すごく怒っていて、すごく悲しいんですけれども、グリーンヒル浦和という施設がですね、12人の議員のうち委員会保健福祉委員会というところで、なんと11人が賛成して、グリーンヒル浦和は廃止の方向となりました。でもこれ市民の方なかなか知らないと思うんですね。こういった市議会、県議会、国会、どんなことが中で行われているのか、ぜひ耳を傾けていただけるとありがたいです。それでは早速、今日は県議会議員の白下のり子さんからお話を伺いたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。ご通行中の皆さん、お仕事帰りの皆さん、お疲れ様です。ただいまご紹介いただきました、日本共産党県会議員白下のり子でございます。ただいま埼玉県議会6月定例市議県議会が7月5日までの会期で開かれております。今日から各県議による一般質問も行われておりますが、日本共産党県議団、本当にこの6月定例県議会に向けて、さまざまな県民の声、聞いてまいりました。皆さん、今何がみんな起こっているか、先ほどもお話ございましたように、県民の暮らし、大変。皆さん、あの岸田自公政権の下で、高齢者の方、自分の家族のおじいちゃん、おばあちゃんやお父さん、お母さんが在宅で訪問介護必要とされている方も大勢いらっしゃるのではないでしょうか。ところがこの4月からこの訪問介護の報酬が引き下げられて、わずかこの3ヶ月でも訪問介護事業者が本当に経営が成り立たない、こういう事態になっているんです。現場のお話聞きました。職員がただでさえ確保できないのに、今回の岸田政権のこの訪問介護の報酬引き下げで、より一層現場は必要な介護サービスがもう提供できなくなっている、施設そのものが維持できない、こういう悲鳴の声があっちこっちから寄せられたんです。そして皆さん、介護の現場だけじゃないんです。子育て世代の皆さん、本当に今大変ですよね。学校の給食費無料にしよう、これ多くの皆さんの願いだと思います。あの県内ではなんと12の市町村で自治体独自の財源で無償化始めたんです。私の選出の所沢市もこの4月から無償化小中学校始まったんですが、皆さん問題がありました。県立の特別支援学校に通う小中学部の子どもたちにはこの無償化の恩恵が受けられない、このことが明らかになったのです。ならば皆さん、県として無償化実施させようではございませんか。そして皆さん、何より今こうした介護の現場、医療の現場も人が足りない。なぜなら埼玉県は東京都と隣り合わせなんです。東京の方が賃金が高い、だから介護職も医療職もどんどん東京都の方で仕事を見つけるんです。ならば国がしっかりと制度設計するのが本来の筋ですが、それを待っていたらいつになるかわからない。ならば埼玉県としてこの給食費の無償化実施する市町村を励ます、そういった財政支援、そして県立高校の給食、特別支援学校の給食も無料にしていく時ではないでしょうか。
医療や介護の現場で働く皆さんの本当に頑張ってよかったと思えるようなこういった仕組みを作るためにも県独自の支援制度を作っていこうではありませんか。私はこうした声をこの25日の一般質問で知事に提案してまいります。そして皆さん何としてもやはり国の大元の政治変えていこうではございませんか。日本共産党はあの裏金問題でも新聞赤旗がスクープしました。この埼玉県内選出の国会議員自民党さんなんとお金ガポガポ裏金で懐に入れてるんです。こんな政治変えていきましょう。暮らし応援平和をしっかりと未来の子どもたちにバトンタッチするその願いをどうか日本共産党へとお寄せくださいますよう心からお願い申し上げまして、私県会議員城下典子のスピーチと返させていただきます。皆さん頑張っていきましょう。ありがとうございました。ただいまの演説は日本共産党城下典子県議会議員でした。さあ今日はですね、仲間の皆さんが赤旗も配っているんです。この新聞赤旗がなかったら裏金は表に出てこなかったということで、今回ですね国会が、通常国会が終わったばかり、3人の国会議員の皆さんありがとうございます。頑張ってくださいの声援をいただきました。本日は岩渕智参議院議員、伊藤岳参議院議員、そして塩川哲也衆議院議員3名をお迎えしております。それではここからは岩渕さんにお願いいたします。浦和駅ご利用の皆さん、お仕事帰り学校帰りの皆さん、こんばんは。ただいま紹介をいただきました日本共産党参議院議員の岩渕智でございます。国会は今日事実上の閉会を迎えるということになりました。この閉会にあたって今日はこの場所から国会からは塩川哲也衆院議員、伊藤岳参院議員も一緒に駆けつけて街頭からの訴えを、そして通常国会の報告を行っているところです。今度の通常国会、皆さんどんな思いでご覧になっていらっしゃったでしょうか。もう怒りが沸騰していると思われている方も多いのではないでしょうか。今度の国会最大の争点となったのは自民党の裏金事件を発端にした政治と金の問題、この真相解明を徹底的に行うこと、そしてもう二度とこうした裏金事件を起こさないための改革だったはずです。ところが自民党が出してきた案は改革どころか改悪そのものの中身です。それに衆議院では公明党そして維新の会が賛成をし、参議院では維新の会が迷走に迷走を続けて結局は反対をするということになりましたけれども、数の力で強行をされるということになりました。このことに皆さんと一緒に仮の声を上げていきたいと思うんです。世論調査を見ても8割の皆さんが自民党案は評価しない、こうした声を上げています。これ当然だと思うんです。私たちは通ってしまったからもうこれで政治改革終わりというわけにはいかないと思っています。企業団体献金、これをきっぱり禁止する、私たちはこの問題ずっと訴えてきました。今度の国会でこのお金の問題議論するときに共産党以外も企業団体献金禁止しようじゃないか、こういうふうに声を上げるようになって国会の中も変わってきましたし、皆さんの世論も大きく広がっています。この企業団体献金きっぱり禁止をし、真相も明らかにしながらこうした問題なくしていくために引き続き皆さんと力を合わせていきたいと思っています。同時に皆さん、もう自民党に皆さんの暮らしやそして政治任せておくわけにはいかない、こうしたことが明らかになった国会だったと
思うんです。私も国会の質問を通してその思いを強くしました。私は今経済産業委員会というところに所属をしているんですけれども、この委員会の中で法案として産業競争力を強化しようという法案が審議をされました。この法律は実は大体今から10年前ぐらいにできて、なぜこの法律ができたかというと、失われた20年ここから脱却するためにといって作られた法律だったんですけれども、今回この法律を改定するにあたって今度は失われた30年から脱却するんだといってこの法の改定を進めようということになっていました。だったらこの10年間一体政治は何をしてきたのか、政府は何をしてきたのか、このことが鋭く問われるということになりました。この失われた30年、皆さんもさまざまな場面で実感をされていらっしゃると思います。大企業、大きな企業は利益をどんどん上げたけれども、労働者、今実質賃金25ヶ月連続でマイナスとなっていますけれども、なかなか働く環境が良くならない、暮らしが良くならない、これが皆さんの実感。さらには非正規で働く労働者の皆さんがどんどん増やされる中で、低賃金そして不安定な雇用が大きく広がってきたということが、この失われた30年を招いた結果だったのではないか、これは皆さんも実感をされていることなんだと思います。こうしたことは私たちだけが言っているのではなくて、与党が今年度税制をどういうふうに変えていくのか、この議論をした際に法人税、これを大企業にどんどん優遇して減税をしてきたことが経済にとって効果がなかった、このことは与党自身も認めていることであります。でこれを大きく変えていかなければ結局は失われた40年を招くことになる、まさにその危機が現実になろうとしているという議論が国会の中では行われました。大企業にばかり優遇するのではなくて、中小小規模事業者の皆さんを応援しようよ、私たちはこういう主張を行ったわけですけれども、結局は新たな大企業のための減税策が作られるということになりました。で例えばトヨタなど大企業が、まあ、この減税の恩恵を受けることになるんですけれども、私が国会の質問の中で明らかにしたことの一つは、こうしたトヨタなどから自民党の政治資金団体に多額の献金が毎年毎年行われているということなんです。結局はこうした大企業から自民党への献金が政治を歪めて、大企業の利益は優遇されるんだけれども、働く皆さんの暮らしが良くならない、賃金が上がらない、こうした状況を作っているということが明らかになったということです。皆さん、こういった政治を私たち日本共産党と一緒に変えていこうではありませんか。労働者の皆さんの賃金が上がる、中小小規模事業者の皆さんの営業がしっかり行われるようにする、こうした政治へとご一緒に変えていこうではありませんか。そしてもう一つ、エネルギーの問題についても議論をした、そのことについても報告をしたいと思います。私は福島の出身で、原発事故の実態、そして原発はゼロにして再生可能エネルギーに変えていこう、このことを国会で繰り返し求めてきました。今回国会で議論したものの中に、脱炭素を進めるんだといって再生可能エネルギーと、そして原発を同じように並べて、同列に並べて、新しく作る原発やまた建て替えを行う原発、さらには
すでにある原発にまでさらに支援をしようじゃないか、こうした仕組みがもうすでに始まっているという問題について取り上げました。今、再生可能エネルギー、賦課金が高いじゃないか、こんな議論も国会でされていますけれども、原発にもさまざまな新しい支援が行われて、その支援のためのお金は皆さんの電気料に上乗せをされるということになる。原発から一刻も早く抜け出して地域の皆さんと一緒に進められる再生可能エネルギーを進めることこそが日本のエネルギーの安全保障にもつながるし、何よりも未来を作っていくことになる、こうした論戦も行ってまいりました。引き続き皆さんと力を合わせて、この原発ゼロ、省エネ、再エネを思い切って進めていこうということも国会で議論をしていきたいと思っています。こうしたどの問題をとっても今の自民党政治行き詰まっています。皆さんと一緒にこの自民党の政治を変える、その大きな一歩につながっていく東京都知事選挙、すでにもう始まっています。東京にお知り合いの方いらっしゃいましたら、もしかして東京にお住まいの方もいらっしゃるかもしれません。私たち日本共産党も蓮舫さん何としても都知事にということで今頑張っております。皆さんにも大きなご支援いただけますことを心からお願いして、私からの国会の報告としたいと思います。皆さんどうぞよろしくお願いいたします。ただいまの演説は日本共産党岩淵智参議院議員でした。今都知事選挙が始まりまして、ポスターがねたくさんずらーって並んでいるっていうのがニュースになっていますけれども、ぜひ中身で選んでほしいと思います。日本共産党は蓮舫さんを応援させていただいています。さあ本日は通常国会閉会にあたって日本共産党の街頭演説を行っております。3人の国会議員の皆さんが駆けつけてくださいました。岩淵智さんに続いて伊藤岳参議院議員よりお話しいただきます。よろしくお願いします。浦和駅をご利用の皆さん、こんばんは。ご紹介をいただきました日本共産党参議院議員の伊藤岳でございます。1月から続いていた通常国会、今日閉会をいたしました。この国会、自民党の裏金で揺れに揺れた国会となりました。皆さん、この国会で明らかになったように裏金の原資は政治資金パーティーです。そしてそのパーティー券の大半を購入したのが大企業です。そしてその大企業におもんぱかって政治が歪められてきた、この構図がくっきりはっきりと見えてきた国会になったんじゃないでしょうか。ところが皆さん、昨日自民党と公明党が通した改定政治資金規正法、なんとこの肝心のパーティー券を含む企業団体献金禁止というのがすっぽり抜け落ちてしまった中身になっているじゃありませんか。それだけではない、これまで法文になかった政策活動費というものをわざわざ法律の文書の中に入れて合法化をし、さらにはその使い道、領収書は10年後の公開でいい。皆さん、これ向こう10年間人も明らかにせずに使いまくれるということを決めたということになるじゃありませんか。皆さん、こうした法改正が自民公明に、そして維新も乗っかってやられたのであります。新しい抜け穴を作っただけだったのではないでしょうか。私はこの腐り切った政治正していきたい。東京都知事選挙でも北解散総選挙でも市民と野党を勝利させて
日本共産党躍進そしてこの腐り切った政治を正していきたいと決意を新たにしています。企業団体献金1円単位とも受け取らない日本共産党の出番が来た、その覚悟で頑張ってまいる決意でございます。どうか皆さんご支援をよろしくお願いいたします。皆さん、裏金によって政治が歪められた、いろいろ歪められましたけども、その一つが裏金の原資となった米国の軍需産業、日本の軍需産業言いなりのおもんぱかる政治が進んだ国会にもこの国会になったと思うんですね。日米首脳会談が行われた、あそこでシームレスな米軍と自衛隊の統合が打たれた、そう約束して帰ってきた岸田総理が早速国会でやったのは、自衛隊の統合作戦司令部、これを作ることでありました。それだけじゃありません。日本がアメリカと約束してきた、アメリカと戦争する国づくりの体制を完結されるための法律がたくさんこの国会に通りました。私はその中でも地方自治法という法律を担当して審議をしてまいりました。皆さん、この地方自治法の改正、端的に言って地方自治体がアメリカとの行う戦争に地方自治体がどう組み込んでいくかということを完結させるための法律といっていいものだったと思います。まずこの法律によって何ができるようになるか、大臣や都道府県知事や県の執行機関が国民の安全に重大な影響を及ぼす事態だということを判断することができて、そう判断したときには地方自治体に資料の要求、つまり住民のデータを出すということを要求できることになるんです。皆さん、大臣知事だけじゃない、県の執行機関です。例えば県の公務員会も重大な事態だと判断し、またそういう恐れがあると判断して資料の要求ができることなんですよ。皆さん、公務員会といったら警察を管轄する委員会ですよ。皆さん、一体住民のデータを出させて何するんでしょうか。戦争する国づくりに向けて住民の監視と統制を強めるということに住民データが使えていくことになっていくんじゃないでしょうか。またこの地方自治法の改定によって二つ目に可能となるのは、大臣が担当する、自分が担当する任務において広域的な事務の調整が必要なときに指示ができることになります。広域的な事務の調整、例えばですね、今沖縄の先島諸島の避難計画が持ち上がってますね。台湾有事の際、先島諸島の島民を全部避難させるという計画です。こういう広域的な事務の指示ができることになるんです。台湾有事だ恐れがあると大臣が判断したら、こうした先島諸島の避難計画のような問題を堂々と指示できるということになってしまうんですね。そして第三に、閣議決定だけで国が地方に補充的指示といって、要するに地方にいろんな指示をできるようになってしまいます。これは自治事務でも、これまで自治事務であったことでも命令が可能になってしまうんですね。ですから皆さん、こうなってしまったら、要するにどこの自治体の道路だろうが、どこの自治体が管轄する港だろうが空港だろうが、もう有事なんだからといって軍事優先利用、これが国が指示できるということになってしまうんではないでしょうか。こうしたことが
改定地方自治法によって可能となったんです。皆さん考えてみてください。あの戦前、なんで日本国中が戦争に巻き込まれるようになったのか。あの戦争中には住民自治という考え方も団体自治という考え方もなかったんです。憲法でなかった。その反省の上に日本国憲法では住民が主体的になって自治を治める、国ではない団体が、地方自治体が自治をするということが盛り込まれたじゃありませんか。ところがまたここに来て、その住民自治も団体自治も踏みにじろうというのが今回の法改定ですよ。私、国会の部屋に沖縄の名護に住んでいる方からお手紙いただいたんです。この方はこう書いてました。こんなことを許してしまったら日本国憲法の骨も肉も剥ぎ取られてしまうじゃないか、戦前会議じゃないかというお手紙になりました。全く私も同感です。今こうして日本国憲法の骨も肉も剥ぎ取ろうという動きが自民公明の政治の中で横行しています。この中で何としても食い止めなきゃならないと決意を新たにしています。どうか皆さん、立憲主義に基づいた国づくり、市民と野党の共闘でご一緒に取り戻していこうじゃありませんか。まずは都知事選で市民と野党の候補の勝利を。ありがとうございます。そして来たる解散総選挙で野党と日本共産党の勝利をご一緒に勝ち取らせていただきたいと思うんです。重ねてお訴え申し上げまして、参議院議員私伊藤岳からのお訴えとさせていただきます。どうかよろしくお願いいたします。ありがとうございました。ただいまの演説は日本共産党伊藤岳参議院議員でした。立ち止まって聞いてくださる皆さんも多くありがとうございます。さあ本日は通常国会が閉会したことにあたりまして、日本共産党の街頭演説を行わせていただいています。仲間の皆さんがチラシもたくさん配っていますので、ぜひですね手に取っていただけるとありがたいです。新聞赤旗の無料サンプルはですね全部配り切ってしまったようなので、もしご興味がある方はいろいろですね日本共産党と検索していただけるとありがたいです。さて本日は国会議員3名の皆さんをお迎えしています。岩渕智参議院議員、伊藤岳参議院議員に続きまして、最後になりますが日本共産党国会対策委員長代理、衆議院比例北関東ブロック選出の塩川哲也衆議院議員をご紹介いたします。どうぞよろしくお願いいたします。平均ご利用の皆さん、お近くの皆さんこんにちは。衆議院議員日本共産党の塩川哲也でございます。今日通常国会が閉会となりました。この正月からも今の裏金問題徹底追及を行う、その先頭に立って頑張ってまいりました。皆さん自民党はこれで逃げ切ったと思っているかもしれない、しかしとんでもないことではないでしょうか。こんないい加減な 裏道抜け道抜け穴ばかりのこんな法改正で誰もが納得をしない。皆さん改めてこういう裏金議員を一掃していく、金権腐敗政治一掃の大きな世論と運動を広げていこうではございませんか。日本共産党はその取り組みに全力を挙げて頑張る決意であります。そもそも秋の臨時国会の時からこの自民党の裏金問題明らかとなってきて、もう半年以上経つのに、そもそも誰がいつから何のために裏金を始めたのか全く明らかになっていないではありませんか。そんなことでどうして抜本的な対策を取ることができるでしょうか。だからこそ出てきた案はあまりにもひどいものだった。皆さん政策活動費、不透明なお金の流れ、幹事長が毎年10億円領収書もなしに使える、こんなことは認められない。そもそも国民の前に政治資金の収入や支出明らかにして、国民の監視と批判のもとに置く政治資金規正法のそもそもの在り方に
真っ向から反するのが政策活動費ではありませんか。政策活動費、政治資金規正法のどこに書いてあるのか、このことを岸田首相に正してみたら、このような規正法の中に法定はされていない、このことを認めざるを得ませんでした。法律に定めがないということは、まさに脱法的な行為と行ってきたということではありませんか。ですから今回の法案で岸田首相、法律に定めがないから法定化したと言いました。まさに脱法行為を合法にするもの、こんなやり方どうして認めることができるでしょうか。政策活動費、維新の会と修正協議などをついて通じて10年後に領収書の公開などといっても、そもそも政策活動費の上限をいくらにするのか、このことさえ決めていないじゃありませんか。領収書の公開といっても墨塗りにすることも可能であります。何をどこまで公開することについては今後検討するという話ばかりであります。これでは皆さん、まともな検証をすることもできない、大体10年後に政治家国会議員でいるかどうかもわからない、そもそも10年後にその政党があるかどうかもわからない、こんな政策活動費勝手に使うことを認めるような法律、自民と維新が談合し、これに公明党が加担をする、こんなやり方を断じて認めることができないのは明らかではないでしょうか。最大の抜け道、抜け穴が企業団体献金を容認をしたことであります。そもそもこの裏金の原資となっていた派閥の政治資金パーティー収入は形を変えた企業団体献金であります。多額の企業団体からの寄付を通じて政治が歪められてきた、この企業団体献金禁止こそ本丸であり、まさに一丁目一番地、このことが強調された、こんな国会も今までになかったことであります。しかし皆さん、これを棚上げをしたのが自民党、全く懲りない姿勢、許されるものではありません。このような企業団体によるお金でいかに政治が歪められてきたかということは、リクルート事件や佐川急便事件やゼネコン汚職でも明らかとなって、この30年前の政治改革でも企業団体献金禁止が大きな課題となったのに、これもすり抜けてきたのが自民党であります。皆さん、このような企業団体献金によっていかに政治が歪められてきたのか、それは財界団体、その大企業中心の日本経団連の献金に、そのことが端的に現れているのではないでしょうか。一度は批判の前に献金の斡旋やめると言っていた経団連、辛抱できなくなって10年後の2004年には復活をいたしました。その時に政党通信簿を作って、財界のために、大企業のために貢献する政治をしたら企業の斡旋額を増やす、こんなことを始めて、その下で自民党に要求をした税制改革は何だったのか、自分たちが納める法人税はどん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 下げてくれ、その一方で自分たちは払わなくてもよい、国民に付け回しをし下請け中小企業に押し付けることができる消費税はどんどん上げてくれという虫のいい注文だったではありませんか。そのことによってこの20年税制はどうなったのか。法人税は基本税率 30% が 23.2% へと大きく引き下げられました。そして消費税は 5% から 10% へと2倍に増やされたではありませんか。消費税は社会保障のためなんてとんでもない。ここで見てわかるように、消費税の増税分というのはそっくり大企業の法人税減税の穴埋めに使われてきたというのは明らかではありませんか。こんな経団連から自民党に渡された企業団体献金、この20年間で464億円にも上ります。皆さん、企業団体献金というのは賄賂なんです。政治を歪めるお金だからこそきっぱりと禁止をしなければいけない。皆さん、参政権選挙権は国民が持っている。選挙権も持たない大企業が金の力で政治を歪めることは、国民の参政権を侵害する
一番の大問題ではないでしょうか。この企業団体献金禁止きっぱりと行っていこうではございませんか。参議院では日本共産党企業団体献金禁止法案を提出をいたしました。この中には政策活動費の廃止も掲げております。税金分け取り企業献金の二重取りの税金をもらうための政党助成金その廃止法案も提案をしたのが日本共産党であります。企業団体献金を容認をし政策活動費を合法化をする自民公明維新の政治なのか、企業団体献金政策活動費はきっぱりと廃止をする政党助成金をなくすその日本共産党、この対決がくっきりとしたのが今度の国会だったのではないでしょうか。皆さん今世論調査を見てももう企業で団体献金をなくそうなくした方が良い朝日新聞の世論調査でも8割に上るじゃありませんか。各新聞の社説でも企業団体献金の禁止が抜けている厳しい主張社説掲げているではありませんか。皆さんこのような対決の時に国民の皆さんと一緒に企業団体献金きっぱりと禁止をして国民の願いに応える政治を実践するこの取り組みを大きく進めていこうではございませんか。日本共産党が一貫してこの問題を取り上げてきた。また新聞赤旗が自民党の裏金問題追及をしてきた。このことが端緒となって今の状況を作り出してきた。皆さんそこにあるのは新聞赤旗の頑張りと日本共産党の国家論戦とこんな政治はもうやめさせようという国民の声怒りこれが大きく自民党やその補完勢力を追い詰める結果につながっているのではないでしょうか。皆さんこういう金権腐敗政治に対してきっぱりとした審判を下していく時であります。いつあってもおかしくない衆議院の総選挙でこんな金権腐敗の自民党政治岸田政権にきっぱりとした審判を下していこうではございませんか。そして金権腐敗政治一層国民が主人公の政治まっすぐ貫く日本共産党を大きく伸ばしていただきたい。皆さんの日本共産党への大きなご支援お力添えを重ねてお願いを申し上げまして私衆議院議員塩川哲也からの国会報告とさせていただきます。ありがとうございました。ただいまの演説は日本共産党国会対策委員長代理塩川哲也衆議院議員でした。今日は通常国会閉会にあたりまして日本共産党の街頭演説を行わせていただきました。県議からは城下典子さん、そして参議院議員の岩渕智議員、そして参議院議員伊藤岳議員、衆議院議員の塩川哲也議員でした。本当の味方は誰なのか、政治は誰のためにあるのか、ぜひ来たる総選挙では日本共産党の政策をしっかりとチェックしていただけるとありがたいです。これをもちまして日本共産党の街頭演説を終了とさせていただきます。立ち止まって聞いていただいた皆さんも本当にありがとうございました。